スラブヤンスクの戦いとは、2014年4月12日から同年7月5日までの間、ドネツク州、スラブヤンスクにおいて、ウクライナ軍と親ロシア派分離主義勢力との間で行われた戦いである。最終的に町は、ウクライナ軍が奪回した。スラブヤンスクの戦いは、ウクライナ軍と分離主義者の間で起こった最初の大規模な交戦であり、 2014年の戦闘の先駆けとなるものであった。2014年4月12日、2014年、ウクライナ騒乱以後のウクライナの親ロシア不安として、カラシニコフ銃を装備し、戦闘服を着た覆面の男たちが、スラブヤンスク市長者を占拠した。続いて、親ロシア派を主張するその男たちは、ドネツク人民共和国の旗を掲げ、市内の他の建物を占拠して、 防御施設を構築し始めた。ウクライナの第一次、ヤツニュク政権はこれに反応、最初の対テロ作戦地区を設定し、分離主義勢力に対して反抗を開始した。攻防戦は、硬着状態となり、暴力的な局地的衝突となった。市内の緊張が高まる中、分離主義勢力は、ジャーナリスト等を捉える、人質事件を起こした。4月18日、 ウクライナ保安庁は、スラブヤンスクはこの地域で最も激戦の地点であると発表した。4月20日、ウハーセクターは、大統領代理、オレクサンドル・トゥルチノフから、分離主義勢力が支配するテレビ等の破壊工作を命じられた。これは、最初の大きな戦闘となった。6月までに、市の人口の約40%が避難した。7月5日、 分離主義勢力がドネツク市に撤退後、ウクライナ当局はスラブヤンスクの統治を取り戻した。スラブヤンスク市議会を占拠する武装勢力。男たちはカラシニコフ銃と RPG-26 を装備する。4月12日、ロシア治安機関の元幹部であるイゴールガーキンに引きられた覆面の民兵グループはドネツク州北部スラブヤンスク市の行政庁舎。 警察署、ウクライナ保安庁の事務所を占拠した。ウクライナ内務省によれば、ドネツク共和国等の武装勢力は、無差別にその建物を射撃した。警察の武器庫を吸収し、少なくとも400丁の拳銃と20丁の自動火器を、強奪した。ウクライナ警察は、民兵グループは強奪した銃を、スラブヤンスクで抗議活動を行う人々に渡している。と発表した。 町が武装勢力に乗っ取られた後、スラブヤンスク市長ネリアシュテパは選挙された警察署に現れ武装勢力の指示を表明した。警察署の周りに集まった人々も同様に武装勢力への指示を表明した。そのような人々はこの状況を報道するウクライナ人ジャーナリストに対してキエフへ帰れと言った。ネリアシュテパは後に分離主義勢力に逮捕され、 人民の市長を自称するベアチェスラフ・ポノマレフと交代した。4月13日朝、ウクライナ政府はスラブヤンスクで大テロ作戦を行うことを発表した。ウクライナ政府は分離主義勢力に対して48時間以内に武装解除し降伏する胸の最後通帳を突きつけた。警察は分離主義勢力が支配する高速道路の出入り口を相当し始めた。 分離主義勢力のあるグループは下車し、ウクライナ警察を射撃、ウクライナ保安庁職員2名が死亡し、ウクライナ軍兵士数名が負傷した。銃撃戦で分離主義者1名が死亡し、残りは森の中に逃げた。発砲車を乗せた車は、ポルタバ州のナンバープレートをつけていた。その車は民間警備会社やビルに追跡された。その銃撃戦とは別に、 私服の犯人によって民間人2名が射殺され1名が負傷した。4月14日、スラブヤンスクは親ロシア派に占領され、重要な政府庁舎と関係地域は奪取された。分離主義勢力が最後通帳を拒否したので、ウクライナ陸軍地上部隊が展開した。市内の車の中で親ロシア派武装勢力によって民間人2名が至近距離で射殺され、 一名が負傷した。武装した、覆面の男たちが市内を歩いている。ウクライナ軍は、輸送ヘリコプターと装甲車を使って、クラマトルスク地域の空軍基地を奪回するために、最初の攻撃を開始した。武装勢力は空港を保持しようとして、激戦となったが、これは成功しなかった。ロシアのメディアは、この衝突で4から11名が死亡したと見積もった。 政府の軍事作戦の指揮官、バシルクルトフ大将は、空軍基地の正面でデモを行う群衆に演説後、親ロシア派支持者に攻撃された。ウクライナ軍総攻部隊は、スラブヤンスクに通ずるすべての道路を封鎖し、同志を包囲したと報告した。4月14日、議会を占拠する武装民兵4月16日、第一副首相、ビタリー・アレマは、 ロシア第45空挺手段所属の部隊がスラブヤンスクに出現したと主張した。ウクライナ軍の装甲車6両の乗員が分離主義勢力の理想に共鳴して軍を離脱、ロシア国旗を掲げてスラブヤンスクに入った。その後、スラブヤンスクを封鎖していた第25空挺旅団は大統領命令で解散させられた。政府は離脱した兵士たちを軍法会議にかけるつもりだと、 発表した。後に、分離主義者はこの装甲車を運転する画像を公開し、ウクライナ政府とウクライナ軍の無力さを宣伝した。4月18日、スラブヤンスクの人民の市長、ビャチェスラフ・ポノマレフは、ドネツク地域における、ウクライナ語話者を、カルト発表し、もし、ウクライナ語を話すものを見つけたら、報告するように武装勢力に指示した。4月18日、 遅く、ウクライナのメディアは、クラマトルスクの近くで、ジトミール気候旅団が装甲車6両のうち2両を取り戻したと報じた。分離主義者1名が負傷したが、死亡者はいなかった。交渉の末、残り4両の BMD をウクライナ軍に返すという妥協案が締結された。しかし、4月23日現在、国防省幹部はその装甲車が依然として、 分離主義者が保有していると発表した。スラブヤンスクのシンドシア橋機関、イゴールガーキンは、その後のインタビューで、BMD-1、BMD-2 及び迫撃砲運搬車を含む6両の装甲車を保有していたと主張した。市内のバリケード4月19日、東部ウクライナにおいて一時的な軍事行動の停止が約束された。 ウクライナ政府はこれを復活祭の停戦と呼んでいる。ドンバス人民軍の親ロシア派工全員は、スラブヤンスクのロマ族を迫害し始めた。ウクライナの NGO である国際ルネサンス財団によれば、分離主義の民兵は、ロマ族の家に押し入り、不女子を含む居住者に暴力を振るい、彼らの財産を盗んだ。その民兵は、人民の市長と武装勢力指揮官であるヴャチェスラフ。 ポノマレフの命令に従っていると主張した。ヤツェニュク首相は、そのような攻撃や、分離主義者の集会において、外国人恐怖症が煽られていることを確認した。ヤツェニュク首相は、政府が民族的憎悪の煽動を容認することは、許されないと述べ、警察当局に、ロマ族への攻撃に関与するものを特定するよう、指示した。一方、ポノマレフは、 麻薬密売に関与したロマ族の人間と面談し、そして街からロマ族を排除する。と述べた。彼はそれら事件派ロマ族に対する攻撃ではなく、むしろ街から麻薬を一掃するものであると述べた。分離主義勢力はユーロマイダン活動家やこの戦闘を報道するために街に来たジャーナリストのイルマクラットを誘拐した。4月20日。 カラチュン山の上にあるスラブヤンスクのテレビ局の変圧器を破壊するためにドミトリー・ヤロシに率いられたウファセクターの構成員がオレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行によって派遣された。ウファセクターの4両の車列が分離主義者の検問所を通過しようとしたとき、銃撃戦となり本紛争最初の戦死者が発生した。後に分離主義者は 自分たちこそが、ウファセクターに攻撃されたと主張した。しかし、この主張は2年間、政府に否定された。しかし、後に、ヤロシが、ウファセクターが攻撃したことを認めた。メディアを再生する2014年4月13日の、スラブヤンスクのシンドシア派住民スラブヤンスクの親、ロシア派分離主義勢力は、 第二次世界大戦時代のドイツの MG-42 機関銃、暗視装置、スラブヤンスクの航空写真、軍服、キャンプ用品、米国現金を含む消火器とドミトリーやロシ大統領候補のウファセクターの名刺を押収したと主張した。さらに、メダルを含むウファセクターのシンボルも発見したと主張した。ウファセクターの報道官、アルチョームスコロパッドスキーは、 ウハセクターの関与を否定し、逆に、ロシア特殊部隊の関与を非難した。ウハセクターの情報部門のトップである、ボリスラフ・ベレザは、私たちは番号入りの ID カードを持っていない。私たちが持っているのは、文字だけの ID カードだ。攻撃に参加したとされる人物が所属している部署も、文字だけの ID を使っていると述べた。CNN はその名刺に記載されていた。 電話番号に電話したところ、ある女性に繋がった。その女性はこの状況に驚いていた。彼女は、キエフに住んでおり、右派セクターの誰とも関係を持っていないと語った。ウクライナ国家安全保障理事会副代表、ビクトリア・シューマールは、その銃撃戦については調査中であるが、それは、地元の犯罪者集団の構想である、可能性があると述べた。 スカイニュースのケイティ・スタラード特派員は、分離主義勢力の主張にはいくつか矛盾があり、彼らの主張を裏付ける、守備一貫した証拠がないと語った。BBC のダニエル・サンドフォードは、提出された証拠は、疑わしいと評した。政府庁舎入り口のバリケード右派セクターの識別証を、写したと主張するロシアのテレビのビデオは、実際に攻撃が行われる10時間前に、撮影されていた。 これは、ロシアのテレビスタッフが、タイムスタンプを削除し忘れていたことによって判明した。ウクライナ内務省は、この事件はロシアによって仕組まれた可能性あり、少なくとも、分離主義者3名が死亡し3名が負傷したと述べた。ウクライナ保安庁の治安部門は、武装した犯罪者と暴動者が、スラブヤンスク周辺の地元住民に対して、 テロ行為を行っているという声明を出し、この事件を上演の試し組まれた攻撃と評した。さらに、その事件を起こしたグループは、ロシアの軍事情報機関グラの将校によって支援されている。と述べた。内務省と保安庁はさらに、銃撃戦の直後に、ロシアのテレビ局のスタッフが現れ、大々的にロシアで報道されたことから、あるものは疑念を抱いていると言及した。 ドミトリー・ヤロシの名刺は、ウクライナとロシアのソーシャルメディアで有名となった。攻撃から2年経った2016年、ドミトリー・ヤロシは、ケンソルドットネットに、実のところ攻撃を先導したのは自分だと語り、その事件の詳しい説明を行った。事件の後、人民市長ポノマロフは、ロシアに対する軍事介入を訴えた。それから、ポノマロフは、町に、 夜間外出禁止令を発した。その後、検問所で殺害された男は、周辺地域の居住者であるパベル・パベルコであると報告された。2014年4月スラブヤンスク近くで、住民はウクライナ軍を阻止する、欧州安全保障協力機構の車両、スラブヤンスク近くで、4月21日、欧州安全保障協力機構の査察員は、 分離主義勢力によって街から締め出された。ある外交官は、欧州安全保障協力機構の一個チームがドネツクにいるが前進できないでいる。彼らはスラブヤンスクに戻ろうと努力しているが、親ロシア派のデモ参加者によって阻止されている。と述べた。月曜日に解放された欧州安全保障協力機構のある査察官は、ドネツクの雰囲気は非常に張り詰めており、 スラブヤンスクは悪化しており、どちらも街全体が武装勢力の支配下にあることを報告した。ウクライナ当局が国連と米国の諮問委員会に配布した写真には親ロシア派武装勢力に扮したロシア軍特殊部隊が映し出されていた。さらにその他の写真には、それら武装勢力がクリミアのロシア軍兵士と同じ装備と軍服を着用していることが映し出されていた。 4月21日、スラブヤンスク上空で航空偵察を行っていたウクライナ軍の偵察機は消火器の射撃を受けて損傷し、緊急着陸した。負傷者はいなかった。バイスニュースのアメリカ人ジャーナリストのサイモン・オストルフスキーが武装勢力によって誘拐された。4月23日、ウクライナ内務省はソビアトヒルスク近くの都市から分離主義勢力を排除し、 負傷者は出なかったと発表した。さらに内務省は特殊部隊による対テロ作戦によっては町は解放された。現在、スビアトヒルスクとその周辺は警察が巡回しているという声明をウェブサイトに掲載した。ポノマレフはあらゆる犠牲を払ってでもウクライナ大統領選挙を阻止することを約束した。彼は私たちは必要な手段を持っているため、 南部の選挙は実施されないと述べた。それをどうやって達成するのかと尋ねられて、彼は私たちには人質があり、その人間の弱みを握っている。と答えた。彼はさらに意見の相違を無効にすると約束した。4月24日、ウクライナ軍は町周辺の3つの検問所を奪取した。内務省によると、この攻撃によって分離主義者5名が死亡し、 警察官一名が負傷した。それら検問所は消失した。ウクライナ軍は、スラブヤンスク住民に平和を促すチラシを配布した。内務省は、ポノマレフが、そのチラシを見た者は誰でも、その場で射殺すると発表したことを報告した。ドネツク人民共和国の指導部は、インテルファクスウクライナ通信社に、諸職種共同作戦がスラブヤンスクで始まっている。これは、 紛れもなく内戦である。と述べた。同日、ウクライナ当局は、対反乱作戦を行って、スラブヤンスク全域を奪回するつもりであると発表した。しかし、ロシア軍の進攻の脅威が増大したことによって、この作戦は中止された。ロシア軍は、ウクライナ国境から1 0トル以内に移動していた。ウクライナ政府はこの作戦によって、 ウクライナ側に7名の死者が出たことを確認した。4月25日、ウクライナ軍は複数の機構部隊によってスラブヤンスクを取り囲み、住民に対して攻撃前に屋内退避することを警告した。親ロシア派武装勢力指揮官のポノマレフは、もしウクライナ軍が街に突入したならば、スラブヤンスクはスターリングラードになると脅迫された。ウクライナ当局は、 スラブヤンスクの軍事作戦の第二段階は増援を阻止するために街を封鎖することを含むと発表した。分離主義勢力の検問所を撮影した子どもたちが捕らえられ、親ロシア派武装勢力に横打されていると報告された。そのニュースは住民の反発を招いた。BBC ジャーナリストのナタリア・アンテラバは、 地元住民にインタビューを行っていたところ、ドンバス人民軍の構成員に銃を突きつけられて脅された。ロシアのメディアは、ロシア国防省の分析を引用して、ウクライナ軍が都市の全人員を一掃することを計画していると報道した。この報道は、ウクライナの報道ではプロパガンダであると非難された。4月28日ドネツク空港にて、自称、 副市長のイゴールペレペチャエンコはモスクワから帰ってきたところをウクライナ保安庁に逮捕された。当局はペレペチャエンコがロシア軍参謀本部及びグラと通じていたと主張した。住民たちはドンバス人民軍が地元の市場の店主たちに見かじめ料を要求するとともに高級車を盗み始めたことを報告している。 スラブヤンスクの看板の隣で破壊されたトラックを見る住民たち5月2日、早朝、ウクライナ軍は街を奪回するために大規模な作戦を開始した。銃撃、爆発、射撃する軍用ヘリコプターが報告された。分離主義者はヘリコプター1機を撃墜し、パイロット1名を捕らえたと発表した。分離主義勢力の検問所の指揮官は、 RIA ノーボス地に対して、ウクライナ軍がスラブヤンスク郊外のもう一つの封鎖地点とテレビ、放送センターを確保したと述べた。街の中心部は平穏であったが、警察署一箇所が再び占拠された。数量の装甲車が街の外で目撃された。分離主義勢力は、この衝突で民兵3名と民間人2名が死亡したと主張した。ウクライナ内務省は、 スラブヤンスク周辺の9つ以上の検問所を確保したと報告した。同時に、ミ -24 攻撃ヘリコプター2機が撃墜され、航空士2名が死亡、乗員7名が負傷したことを認めた。そのパイロットの一人は重傷を負い、親ロシア派軍に捕らえられた。夕方、分離主義勢力は犯行を開始し、スラブヤンスク南部のアンドリバーカで、 ウクライナ空挺兵2名が死亡した。戦闘は午後には終了した。ウクライナ国家親衛隊の指揮官、ステパンポトラックはテロリストを事実上排除したと発表した。ウクライナ当局はヘリコプターの撃墜はロシアの携帯式防空ミサイルによるものだと発表した。ジェーン情報グループの編集者兼軍事分析家のニコラス・デラリーナガは正式な軍隊以外が 携帯式防空ミサイルを使用することは極めて稀であると述べた。使われたのはウクライナ軍とロシア軍の両方に配備されている初期型の QK310 イクラマイナス1か後期型の QK38 イくラのどちらかであった。ロシアの軍事ジャーナリストのパベル・フェルゲンハウエルはウクライナにおける携帯式防空ミサイルの効果的な使用から それを扱えるように特別に訓練された人々がおり、その兵器がロシアから供給されていたと述べた。なぜならば、ソビエト製の携帯式防空ミサイルは、電池が長持ちしないため、そのような効果的な使用はできないし、ウクライナ軍の携帯式防空ミサイルは、東識別装置を有しているため、ウクライナ軍のヘリコプターを照準することが、できないからである。戦闘官。 約100名の民間人がロシアの介入を訴えるために市役所の外に集まった。5月5日、内務大臣アーセンアバコフは、親ロシア派分離主義勢力との郊外の戦闘で、ウクライナ軍兵士たちが死亡したこと、さらに約800名もの分離主義勢力が大行計画器及び迫撃砲とその他の火器で射撃したと発表した。戦闘で、ウクライナ軍兵士4名が死亡し、 12名が負傷した。内務大臣は、テロリスト30名が死亡し、数十名が負傷したと主張した。ドンバス人民軍の指揮官ストレルコフは、ロシア国営メディア RIA ノーボス地通信社の、死者に対して、平和を望む住民を含む10名が死亡し、20から25名が負傷した。と語った。内務省ウェブサイトの声明によれば、分離主義勢力は、 ウクライナ軍を攻撃するとき、非武装の住民を人間の盾として使った。また戦場から負傷者を抗争するマイクロバスを射撃した。この際、そのマイクロバスを誘導する特別警察部隊の幹部が死亡した。親ロシア派の反政府勢力はさらに重機関銃によって、ウクライナ軍の M-24 攻撃ヘリコプターを撃墜した。5月12日。 ドネツク州の住民投票後、ドンバス人民軍の指揮官、イゴールガーキンは自身をドネツク人民共和国軍の最高指揮官であると宣言した。彼はドンバス地域に配備されている全軍隊組織は48時間以内に忠誠を誓うように命令した。そして戦争を遂行すると発言した。5月15日、ストレコフの代理人は、 記者会見で2回目の最後通帳を発表し、24時間以内に、ウクライナ軍は、ドネツクから撤退するように要求した。5月23日、彼は、砲撃が行われることから、住民避難を強く呼びかけた。5月13日、分離主義勢力は、クラマトスク近くで、ウクライナ軍の輸送車列を攻撃、ウクライナ軍空挺兵7名が死亡した。分離主義勢力の死亡者は、 議論されている。5月19日及び20日、スラブヤンスク近くのカラチュン山のウクライナ軍陣地に迫撃砲による攻撃があり、ウクライナ軍兵士1名死亡、7名が負傷した。5月19日、ウクライナ軍はスラブヤンスクとその周辺の3つ村を砲撃した。5月26日のスラブヤンスクに対する砲撃で民間人2名が死亡し、6月7日には3名が、 死亡した。6月8日、120名の児童が町から避難した。5月27日、分離主義勢力内で内紛が生じ、イゴールストレルコフは部下の何人かが町で略奪を行っていたと述べ、州隊長のドミトリー・スラボフと小隊長のニコライ・ルシアノフを処刑したと発表した。5月から6月まで、ウクライナ軍はヘリコプターと固定翼機を スラブヤンスクに投入した際、多くの損害を出した。5月29日、未マイナス8輸送ヘリコプター1機が撃墜され、航空士、ベルクート特別任務部隊代表者6名、ウクライナ国家親衛隊、セルゲイ・クルチツキー少将を含む12名が死亡した。6月3日、ヘリコプター2機が墜落、6月6日に、アンマイナス30観測機1機が撃墜された。 分離主義勢力は、スラブヤンスクへ続く道に設置した検問所に対して攻撃を繰り返し、陣地を奪取することはなかったが損害を与え続けた。5月24日、迫撃砲、RPG 及び消火器による攻撃によって、ウクライナ軍2名が死亡した。6月7日の迫撃砲による攻撃によって1名が死亡した。 6月3日、ウクライナ軍はスラブヤンスク及び近くのセメニフカ村に対して新たな攻撃を開始した。戦闘による分離主義勢力の損害は死亡10名、負傷12名であり、ウクライナ軍の損害は死亡2名、負傷42名、総工人員輸送車1両損耗であった。また、ウクライナ軍の車列がいじむから、スラブヤンスクへ移動中に攻撃を受けた。 6月10日、イゴール・ストレルコフは、ポノマレフを、解任、逮捕し、次のような声明を発表した。いわゆる人民市長と呼ばれたポノマレフは、市民政権の目的や任務と両立しない活動に従事していたため解任された。今のところ詳細を説明できない。6月21日、ロシア連邦保安庁によってリクルートされた疑いの、あるエージェントが、ウクライナ保安庁によって、 スラブヤンスクの近くで捕らえられた。6月24日、1週間の停戦が合意された、翌日である、この日に、ミマイナス8位総ヘリコプター1機が撃墜され、乗員9名全員が死亡した。6月28日、迫撃砲及び自動的弾発射機による攻撃によって、ウクライナ軍兵士3名が死亡した。6月末、少なくとも、 ウクライナ兵士27名が死亡した後、ポロシェンコ大統領は停戦の終了を宣言した。政府による新たな攻撃が始まり、銃砲や航空攻撃が行われた。カラチュン山の上にあるテレビ塔は砲撃によって倒壊した。スラブヤンスクから撤退するドネツク人民共和国軍7月5日、ドネツク人民共和国の武装勢力はスラブヤンスクから撤退した。 ウクライナ大統領のペトロ・ポロシェンコは町にウクライナ国旗を掲げるように命令した。分離主義勢力とウクライナ内務省の両方が述べたドネツク人民共和国軍指揮官のストレルコフを含む反政府勢力の一部はスラブヤンスクから撤退したと述べた。アバコフは分離主義者が損害を被り降伏しており撤退官に 戦車1両と走行車4両を失ったと主張した。AP 通信は、ドネツク人民共和国の報道官であるアンドレー、パージンから引用して、反政府軍が避難していると述べた表現した。反政府軍の指揮官はに交代すると述べた。スラブヤンスクの警察署から抜け出した人質は、反政府軍の撤退を証言した。ストレルコフによれば、 彼の部下の80から90%がスラブヤンスクを脱出した。7月5日、市議会庁舎にウクライナ国旗が掲げられた。ネリアシテパ市長を含む人質たちは解放された。7月5から6日、スラブヤンスク脱会に続き、政府軍はドネツク州北部にあるクラマトルスク、ドルツイブカ、コスティンテンバーカ、アルテミフスクの統治を回復した。 7月11日、ウクライナ国家安全保障、国防会議の報道官、アンドリー・ライセンコは、分離主義勢力が人間の盾を利用しているという情報があったために、ウクライナ治安部隊は撤退する渋滞を攻撃しなかったと述べた。7月11日、スラブヤンスク市長ネディア・シュテパ市長は、ウクライナの領土保全と不可侵性への攻撃のために、逮捕された。7月24日、 ヒューマンライツ・ウォッチは、ウクライナ政府が大規模な集団墓地を発見し、掘り返していることを報告している。紛争間、多くの人が人質として誘拐されていた。人民市長、ビャチスラフ・ポノマレフは、軍事国際査察官13名を、捕虜であると発言した。ポノマレフは攻撃された場合、人質は殺されるだろうと警告した。5月2日の時点で、キエフポストは、 ドネツク州で31名の人々が行方不明、または誘拐されたままであると報じている。ジャーナリスト工人その他国際的な軍事査察官、ウクライナ軍及び、公安東部ウクライナのスラブヤンスク近くで2人の男性が焼死した後、ウクライナ大統領代理は親ロシア派武装勢力に対して軍事作戦を再開した。その議員が全ウクライナ連合、 祖国党所属のボロディマー・ライバック氏である。二人の男性の死因は拷問と無意識のうちの歴史であった。ライバック氏は、ホルリフカ市議会庁舎の近くで、ウクライナの統一デモに参加した後、覆面をした親ロシア派武装勢力4名に誘拐された。彼は砂を詰めたリュックサックを背負わされ、さらに内臓を裂かれて、川の中で発見された。ウクライナ保安庁は、 イゴール・ベズラーとイゴール・ガーキンが、ボロディマー・ライバック市議会議員を殺害したものと、示唆した。ライバックの妻、エレナは、記者会見で、ホルリフカ市への検問所は、チェチェン過激派によって占領されており、彼らは、彼女が、ライバックの遺体確認のために死に入ることを、許可しなかったと主張した。ウクライナ保安庁は、ベズラーの関与を示した、録音音声を YouTube に公開した。 その中で、ベズラーは部下にライバック氏を誘拐し、手を縛り目隠しをするように命令した。その後、彼がその部下と合流できる遠隔地の場所を示した。録音音声の2番目の中で、ロシアの情報機関所属のストレコフ大佐は、ポノマレフに電話をかけ、遺体がここに横たわっており、匂い始めているために遺体を処理するように指示した。ポノマレフはこれに応じて、 遺体を受け取り、オンドリの埋葬を準備すると発言した。4月22日、バイスニュースのサイモン・オストルフスキーは親、ロシア派分離主義勢力に拘束された。オストルフスキーは、捉らえられる2日前、私たちはここで起こっていることに、ロシアが関与しているかどうかを調べていた。と述べた。私は彼らに電話をかけ、インタビューを行う約束を取り付けた。おそらく、 彼らはその時が私を止められる時だと考えたのだろう。彼らは初めに私を殴りつけ、目隠しをして両手を背中の後ろで縛った。その後、彼らは束縛を解いた。そして私は他に抗菌者と一緒の部屋に入れられた。彼を捕らえた人は、オストロフスキーが CIA か FBI で働いているものだと疑っているようであった。 数十名の他の抗菌者は、親、ロシア過激派によって占領された、ウクライナ保安庁ビルの地下室に入っていた。多くの者が2週間ほど、そこにいた。とオストルフスキーは述べた。自身のノートパソコンのパスワードを教えることを拒否した、時、私は、警棒で腕を叩かれた。私が床で眠っていた時、覆面の男たちは、死んでもここから出られないと私を脅し、 私のあばら骨を蹴った。自称、人民市長のポノマレフは、記者会見でオストルフスキーの居場所について尋ねられた、時に彼を誘拐した者などいない。誰も彼を人質としていない。現在、彼は、ウクライナ保安庁で私たちと一緒におり、仕事の準備をしていると述べた。親ロシアハブ装勢力の報道官のステラ・コライワは、AP 通信に対して、オストルフスキーは、 健在だが、悪い活動の疑いがあると述べ、その詳細については、説明を拒否した。彼女は親ロシア派グループは、オストルフスキーの活動を調査していると付け加えた。その後、コラエワは、オストルフスキーは、ウクライナ超国家主義勢力のために、スパイ活動を行っていたことにより捉えられたと述べた。ポノマルフは、この主張と同調して、我々の情報源によれば、 彼は、ウファセクターの情報提供者であると述べた。後に、彼女は、反政府勢力は報じられたオストロフスキーの不正行為を信じて、彼を誘拐することを計画したと述べた。彼女は、私たちは、オストロフスキーがどこに行こうとしているのかを知っており、検問所に詰めている男たちも彼を監視するように、言われていたと述べた。ポノマルフは、 彼が多くの挑戦的な投稿をせず、私たちの領土で敵対行為をしなかったならば、彼は逮捕されなかっただろう。最終分析により、彼は私たちにとって好ましくない人物であった。と述べた。オストロフスキーが解放されるときに、ポノマレフは、私たちはオストロフスキーが解放される必要があると考えると述べた。さらにポノマレフは、オストロフスキーは、 人質ではないと繰り返し、いわばオストロフスキーの居場所を突き止めたのだと述べた。その後、ポノマレフは、オストロフスキーは、交渉によって解放されることができたと述べた。私たちは捕虜を必要としています。交渉のチップを必要としています。私たちの仲間の多くは投獄されています。ウクライナ人は彼らを捕らえ、キエフに連れて行って、拷問をかけているのです。 そういうわけで、私たちはまさに同じことをしているのです。私たちが捕虜を取っているという意味で、トッポノマレフは述べた。米国務省報道官のジェンプ先は、米国がその事件について、深い憂慮を有していると述べ、米国務省が事件解決のために動いていると述べた。私たちは、東部ウクライナでの人質事件のような活動のすべてを、非難すると述べた。4月24日。 オストルフスキーは解放された。4月25日、ウクライナ外務省は、スラブヤンスクの近くで、欧州安全保障協力機構の軍事査察員と連絡がつかなくなった。外務省報道官によると、軍の透明性に関する委員文書に基づく、査察団は3人のドイツ軍兵士、ドイツ人翻訳者、チェコ共和国、ポーランド、スウェーデン、 デンマークの軍事査察員で構成されていた。ドネツク地域にて、欧州安全保障協力機構の軍事検証任務のメンバーとの連絡が途絶えた。速報によると、彼らはテロリストに捕らえられた可能性がある。都外務省情報政策部長、エーベン・ペレビニスは、ブリーフィングで述べた。後に、ウクライナ内務省は13名の人間が、親ロシア派武装勢力の人質となり、 ウクライナ保安庁の建物にに捕らえられていることを認めた。その13名とは欧州安全保障協力機構からの7名、ウクライナ軍の代表5名及び運転手である。ポノマルフは拘束された軍事査察員の中にはウクライナ政府のスパイが入り込んでいると確信していると述べた。ここに査察員として来るヨーロッパ人たちは本物のスパイも連れ込んでいる。それは 不適切だ。とポノマレフはレポーターたちに述べた。彼はさらに、査察員を拘束したのは、彼らのバスに禁止された弾薬が積載されていたからであると述べた。彼は、ロシアのメディアとともに、その査察員は、ナト o の証拠であると非難した。分離主義勢力は、ロシアの管轄当局と会うまで、人質の解放を拒否すると述べた。分離主義勢力の指揮官、 イゴールガーキンは査察員が、NATO のスパイであることを非難し、査察員は、キエフで交流されている親ロシア派、活動家とのみ交換されるだろうと述べた。5月3日、スラブヤンスクへの2回目の攻撃の後、ウクライナ軍査察員5名と共に、それら査察員は解放された。その後、ウクライナ保安庁は、その拉致に、ロシアが関与していることを示唆する傍受電話を公開し、 説明を行った。その説明の中で特に、ウラジミール・ルキンとイゴール・ガーキンが名指しされた。5月29日、ロシアのインテルファクス通信にて、ポノマレフは、4名の欧州安全保障協力機構の、査察員を拘束していたことを認め、彼らはすぐに解放されると約束した。アレクサンダー・モジェフ、ロシア語、ペロレチェンスクから来た、経験豊富なロシア軍人。 特徴的な髭を蓄えるもジェフはスラブヤンスクのドンバス人民武装勢力の構成員として世に出回っている多くの写真に現れている。彼はドネツク州アルテミフスクの武器保管庫での攻撃を指揮したという。ありがとうございます。